夏季講習山川正夫日本がまだオキパイド・ジャパンだった時代の話であるまだ明るいのに店せには電球が白く輝き始めている遠く黄昏の迫りかけた正面の空を華やかに彩っているのは 銀座あたりのネオンだろう夏休みに入ってちょうど1週間目の夕暮れ彼はその電車通りを折れ長方形の石をサメ小紋の形に敷き詰めた坂を急ぎ足に登ったその石畳の坂は慶大学のいわゆる幻の門に通じている 夜の部の夏き講習は午後6時10分から始まるそして彼の選んだ英語上級は昼の部にはなかった彼は今同じ境内の国文化で同級の加藤綾子に会ってきたところだった女子学生の時とは別人のようないかにもお嬢さんらしい その白のワンピース姿も楽しかったし、講習に出るため予定の5時半きっかりに彼女にさようならを言えたことも心よかった。ひどく能率的に時間を処理できている気がする。彼をごく自然な早足にしていたのは、どうやら仕事始めのオフィスガールの楽しさに似たものだったかもしれない。 三角の道家坊みたいな大学図書館の先頭が風にざわめく黒い木々の上に突き出ている坂道は門を過ぎて石段と車用の道の二本に分かれ山上へと続いていた左に迂回するその車用の道の方が公衆のある五号館に行くには近いやっと山上に出て それまでせわしなく、うつむきがちに歩き続けてきた彼が顔を上げた途端、横顔を見せ、そこに立っている色白の女性が目に入った。白い絹ブラウスの胴を幅広の黒く光るベルトできっちり締め、細かな花模様のプリントのスカートを履いた、大柄な、まだ若い美しい女である。 平たい船底型の白い靴を履いてぼんやりと山上から深まりゆく初夏の街の暮れ色を眺めている片手に PX のハトロン紙の袋を持ちもう一方の腕に白側のハンドバッグが下がっている濃い眉高い鼻顎から喉に続く線が絵も言われず優雅である この人も講習を受けに来たのだ。と彼がやっと気づいたのは、ハトロン氏の袋を抱えた手にインクの小瓶がぶら下がっているのに気づいてからである。何気ない表情で女を見て、彼はフランス語上級、もしくは英語上級のクラスだと判断した。上品なその容姿から見て、おそらく女は、 中流以上の家庭の娘だろう。それがわざわざ夜の6時から8時までの授業に出るというのだ。つまらない中級以下のクラスではあるまい。突然彼は胸が鳴った。フランス語の講習は来週から始まる。上級は今日は英語だけだ。彼女は ほぼ確実に僕の同級生となり、これから毎日机を並べることができるわけだ。早くも彼は心が期待に弾むのが分かった。彼はわざと疲れたという表情を誇張しながら足を止めて、ハンカチを出すと首筋を拭きながら女を振り返った。同じところに立ったまま、 女は後ろを向き、フレアのスカートが風に膨らみ、翻るのを抑えている。その姿勢が、意外に肉づきの良い絹ブラウスの下の生々しく丸い肩から胴に続く線を明らかにしている。と、下手くそな映画的偶然のように、ポケットに入れ損ねた彼のハンカチが飛んだ。それが、 山上のかなりの風にあおられ、ちょうど彼女の白靴の前まで走った。ちらと彼を振り返ると、彼女はかがんでそれを拾い、微笑んで彼を待った。本当にわざとしたものなら、もう少し落ち着き、うまく振る舞えたのだろうに、彼はまるでその偶然が、 切裂すぎる作為だったような羞恥と狼狽で真っ赤になり、ハンカチを受け取ると、ぺこりとお辞儀をして、今度は一度も振り返ずに五号館に歩いた。五号館は、入り口だけが石段の木造の二階建ての校舎である。その石段の再下段の両脇にある真四角な石の片方に腰をかけて、 武田が彼を待っていた。武田は経済学部だったがこの春大学の食堂でカレーライスを食べながら話し合って以来の友人で一緒に夏季講習の英語上級のクラスに出て英語の力をうんとつけようと約束した仲間である声をかけながら近づくと武田は笑顔で立ち上がった 幼児の病気のせいだとかで武田は右の足が短い立っているのはつらいのだろう2人はまず会わなかった間のお互いの消息と言ってもわずか1週間ほどのそれだがを尋ね合ったごく紋切り型の会話だったがそれを言い終わると初めて武田の顔にいつもの人懐っこいみたいな 落ち着き払ったような、そのくせ奇妙にティミットにも見える皮肉な微笑が動いた。さっき、駅前の M にいらっしゃったでしょ国分の加藤さんと、ああ、彼女とは同級生でしたね。いつもと同じ安定した小姉である。彼は一瞬の間を置いてから笑い出した。 いつの間に見られたかは知らないが、どうせ駅前のガラス張りの喫茶店だ。見られても不思議はない。と、また武田が言った。いえ、別に余計なおせっかいをしたいわけじゃないんですが、あの加藤さん、加藤綾子さんね、ちょっと知っているんだけど、検討部の相田という男とね、仲がいいんですよ。もっとも、 近頃はもっぱら相田氏の方が熱を上げているようですがね。へえ、そりゃ知らなかった。彼は毒気を抜かれたような気持ちになった。相田は有名な乱暴者なのだった。武田はゆっくりと促すように先に立って一番とっつきの教室に入り、机に腰をかけた。 彼もその前に座った講習は全て2階の教室で行われるのでここには誰も来ない高宮と同じ学年で昭和23年に学習院の高等科を出た方でしょう加藤綾子さんは親父は確か磁石ですよ青山のお家を焼かれて今は原宿に住んでいらっしゃる あの方は実は歴史の小池先生の口添えで入学できたんですがね武田は全く平素と同じ考え深い顔のままで彼の英文法の質問に答えるのと同じ態度であり同じ丁寧な口調だった実はちょっとご忠告しときたいんですよあの方は自分のために 男たちを喧嘩させたがる悪い趣味がありましてね昨日行ったあるところであなたの名が出ていたしそれでちょっと無表情に武田はまるで戸籍調査のように綾子につき精細にしゃべりまた間についても喋った父が右翼でヤクザとの繋がりが深く母は目掛け性格には 第三号夫人であり中学時代は柔道部の主将をして空手までやっていたことなどしかも武田は何もその2人にだけ詳しいのではなかった他の女子学生たちについてもそのボーイフレンドや私生活のすべてを知っているみたいでそこのことも信じられぬほど詳しく正確に自筆しているらしい 彼の知っている限りの事実と付き合わせてみても、武田の感銘な言い方には、一つの嘘も誇張もないのである。聞いているうちに、ようやくあまり勘の良くない彼にも、この一見緊熟なフグの武田が、実はとんでもない食わせ者で、女子学生とかロマンスにはまるっきり縁がないようでいながら、その正体はそれらへの興味の虫であって、 そればかりではなく、他の種類の、例えば、赤線、青線の女たちの生態まで熟知しているようなのが分かった。呆れて彼は言った。驚いたな。君、僕は今まで君のことを、こちこちの堅物だとばかり思っていた。クソ真面目な。え僕はクソ真面目ですよ。 いつでも僕は何もしてはいませんだってただ僕は好奇心が強いだけなんです小柄な武田は女のような赤く小さな唇をすぼめて笑った無邪気な笑顔だったふと彼はその武田が難解な英文の単語や文法を苦心して調べるのと まるで同質同等の興味で女子学生たちやその行動の逐一を精細に調べ尽くしているのを想像したいや女体の整理やその構造の微細な部分までを熱心に調べながらそれを楽しみにしているのを思ったグロテスクだと彼は思った5時50分に終わる昼の部の生徒たちが 木造の校舎の階段を揺るがすような足音を立てて出ていく。総外はすでに薄墨を流したようで、さすがに皆はまっすぐ足早に帰っていく。二人は言い合わせたように一階のその教室の縦長の窓から山を降りていく様々な取り合わせの人々を眺めた。中年の商店主らしい男がいる。 老士がいるおかみさん風の女もいるしかしやはり若い男女が多いやがて人影も少なくなり大学の建物の前の銀南を中心にしたコンクリートの広場が黒ずんで鈍く光りながら急に広く見える彼は何気なく窓際に立ち山上のその風景を見ていた そこからはさっき武田の座っていた石段の脇の石も見える急に彼は目を凝らした手を伸ばせば届くようなすぐ間近な入り口のその小暗い石の上にさっきの美しい若い女が腰をかけているのであるそろそろ行きましょうか教室へ 最げない口調で武田は言い,い、歩き出した。黙って彼も続いた。と、武田が彼を見上げ、にやりとした。あの石に腰をかけていた人、見ましたなかなか綺麗じゃありませんかそうかなそうかな武田は彼の腹を小ずくようにして笑った。 あなただって、さっき何度も振り返って見ていたじゃありませんか。ハンカチを拾ってもらったりさ。嫌やな奴やだな、君は。半ば本気で、そう彼は言った。しかし、武田には答えた様子はない。僕はね、駅からずっと一緒だったんですよ。ちょっといいじゃありませんかそうだ。 僕、あの人のことを調べようかな。武田は低く声を出して笑った。途端に安定を失って倒れかけた。彼は手を伸ばした。ありがとう。急に不機嫌に武田は言い、彼の手を振り払った。突然、武田の何でも調べたい、知りたいだけのグロテスクな趣味の内容を 彼は感じた。それは、足の不自由な自分、賠償で不遇な自分を強く意識しての、一種の無資格の自覚ゆえの代償作用ではないだろうか。彼はそんなことで、自分の欲求不満を解消しているのではないのか。そう思うと、苦しげに一歩ずつ階段を上る武田が、急に哀れだった。 彼は肩を並べ、さりげなく彼を護衛するような態度で、ゆっくりと自分も一段ずつ階段を上った。一週間後の夕暮れ、武田が気真面目な顔で軽いビッグを引き、ゆっくりと五号館へ歩いてくるのを、例の一階の教室の窓から彼は見ていた。入り口の石段の脇の石には、 今日もあの若い美しい女が腰を下ろしている。まるで決められた席に着くみたいに、毎夕正確に5時半には女は山上に来ていて、しばらくすると必ずその石に腰をかける。自然彼と武田には最初の日の一階の教室で落ち合う習慣が生まれていた。女は 誰かを待っているのではないのだこの前の講習の時の観察では女には仲間はいなかったし終わるとすぐさっさと一人で帰ったまるで講習の生徒の中に友達ができるのをむしろ恐れているような態度で彼にはそれはやはり他人との付き合いになれない中流以上の固い家の子女の 身についた自己防衛の現れのれように思えるだがそうではないのだろうか武田はのろのろと歩きながら彼の言う失礼に渡らぬ程度に彼女への観察を続けている彼の見ているのには気づかないふりをしていたが石段を一歩上るとまっすぐに窓の彼の目を見て笑いかけた 今日もいますね、彼女。いるね、ご聖金だ。挨拶代わりのそんな言葉を交わして一緒に階段を上り2階の教室に入ると、武田はこの前女が座った窓際の席のすぐ後ろに彼を誘った。微笑を頬に広げながら言った。名前ですがね、やっとわかりましたよ。 池由里子というんです。22歳。どこでどうして調べたかは、武田はニヤニヤして答えない。が、さすがの武田にも、まだそれ以上のことが分かっていないのは確かだった。ねえ、一体正体は何でしょうね。あなたはどう思いますかお嬢さんだろう、うどこかの。うん。 お嬢さんねえ。そうかな。武田はひどく気を持たせた言い方をした。だが彼はその日、武田のその趣味的、いや、変質的な好奇心や知りたい願望に正面から付き合うゆとりがなかった。机にリーダーのニューショートストーリーズを放り出すと、黙って椅子に座った。彼には、 実は綾子のことが重く胸に仕えていたのである夏休みになったら一緒にどこかへキャンプをしに行こうと綾子がいつか言ったことがあるそれに生返事をしていたのがいけなかったこのところ毎晩のように綾子は電話をかけてきてその約束の念を押し山中湖畔にしようか それとも海岸がいいかしら軽井沢はなどとのんきなプランを述べ立てて飽きないのである。毎日講習に出ているし、昼間や日曜日は勉強や家の手伝いをしなければならないと言ってある関係上、都合は夜遅くしかつかない。その夜更けを狙ってのように凶暴に電話のベルが鳴るのだ。昨夜、 ととうとう彼は大声で怒鳴った「キャンプどころの騒ぎじゃない僕の家は終戦後親父がふぬけみたいになっちまってて君んところのようなのんきなブルジョワとは違うんだ英語の講習にわざわざ出ているんだって道楽なんかじゃない就職の時少しでもプラスになるようにっていう僕には切実な問題からだそう遊んでばかり痛い,いなら」 他の相手を探したらいいじゃないかはじめ綾子に感じた興味魅力は何だっただろうと彼は思うそれは簡単に言ってしまえば綾子が男ではなかったことそれに尽きるのではないだろうかつまりいぎたない制服や武将ひげの男の学生たちの中で ただ華やかな色彩と、髭の生えていない白く柔らかな皮膚の可憐さ、繊細さ、その軽快な澄んだ子はね、すんなりと伸びた足の形、微妙な胸の膨らみ、そして、そばに寄った時の甘ずいような若い女の匂い。が、付き合い始めた今になると、逆にその、 男ではないことが、甚ははだ複雑な単純さを備えた、うるさくややこしいものとしか思えないのである。彼女のその女の押し売りが、身勝手な無感覚さ、男への無理解の孤児、そんな一種のずうずうしく押しつけがましい言い聞さでしかなくなり、それがいわば暴力的な一つの重荷とさえ感じられてくるのだ。 正直に言って武田の忠告した評判の乱暴者の間ボクサー氏の存在もおっかなくないことはないが一発殴られるのくらいは大したことではないでも授業は進行していた頭のはげた小柄な N 教授が気取った声を張り上げて英文を朗読している ふとその声が耳に入って、今日は廊下側の席で懸命にペンを動かしている大柄な美しい女を彼は見つめた。豊かな髪が柔らかく波を打って頬にかかり、机の端には白いレースの手刀が束ねられて置かれている。綾子のことを思うよりも、この人を眺めているだけの方が、どんなに楽しいかわかりゃしない。 好か不幸か彼の予想を裏切って彼女は英語中級の講習生であるせめてもの慰みはこの水曜日ごとの合併授業しかない毎日その顔や姿は眺めながらこの日しか一緒に机を並べるときはないのだ今夜は女は細かなピンクの縦縞の流行りのダブルティックドレスを着ている 彼女が次第に綾子の占めていた位置を侵食してくるのを見守るような漠とした感情の中で彼は綾子とのキャンプ生活が金輪際したくないまたできるはずもない中にまるで既に住んでしまった何かのように遠ざかるのを思った生返事のままその約束を破ったことには何の罪悪感もなく 今となれば、むしろ綾子とはそんな関係に入り込まないのが正しいこと、当然のこととさえ思えてくる。何気なく隣の席の武田を見て、彼はびっくりした。武田は授業などそっちのけで、わざわざ持ってきたらしい画用紙を広げ、丹念にダブルティックドレスの若い女のスケッチを続けている。 彼の視線などはかほどにも感じていない様子だった二三日後のやはり授業中である不意に隣席から手を伸ばして武田がレポート用紙を渡した横書きの細かな字が並んでいる武田はそして顔だけを彼にずらし生真面目な目でリーダーを見つめたまま低い声で言った 一応僕の観察と印象による結論を出してみました読んでください無言で彼は武田の活字のような正確で美しい字のレポートを読み始めた無論池部百合子についてのものに決まっているまず彼女は毎夕5時半きっちりに来ることから見てどこかに勤めている女性である あの、常に流行りを取り入れた服装といつも持参しているハトロン氏の袋は、その勤め先が流行りに最も敏感な町、いわば銀座あたりの、それも新中軍関係の場所であることを示している。化粧品もすべて PX で手に入る外国製品ばかりであり、これらのことから彼女は、 銀座の PX に勤めているらしいことが察知されるまた彼女の胸の辺りの豊かさその肌の光沢は完全に男を知った女でありかつ現在も頻繁に男との向上を重ねているのを証明するしかし彼女は多分不特定多数の男性を相手にする女性つまりパンパンではない なぜならパンパンは規則的な生活はその職業柄不可能だし、外観にもそれ相応の動物であることに居直った虚無的なふてぶてしさ、肩木の生活者から見ての崩れがあるべきだからである。彼女にはその崩れがない。その点彼女はまだいささか幼い。しかし、その身体的表情から見て、 彼女に男がいるのは確実である。故に、試験によれば、彼女、池部由里子についての観察の結果は、すべて、彼女には進駐軍関係者の紐、単数がついていると見るのが妥当である、と要約される。英語中級は英会話を主とする講習である。PX か、 あるいはそれに類似の新中軍関係者の多く出入りする場所に勤めながら、なおかつその講習に連日通い続けている事実については、おそらくその紐に、もう少し英語をマスターしろと言われ、彼に出資されているのだ、という想像が最も自然である。服装といい、持ち物といい、その余裕といい。多分紐は、 アメリカ兵のそれも遺憾以上であるもっと階級が上の高官なら個人事業が考えられ相手はきっと遺憾止まりであるそして彼女の性金はその相手からの行為の多大さに応えるあるいはそれに便乗した彼女なりの誠意と計算の表れであると思えるこのような想像は甘く 言葉もいささか不穏当だろうが、現在は彼女はその相手に愛され、彼女の方でもそれに応えて相手を愛し、2人は結婚する意思を持って付き合っていると言えるのかもしれない。だが、おそらく2人はまだ結婚してはいないし、当然彼女は妻ではない。妻であれば多分勤めはしないだろうし。 名字にも異常があるだろうからである。以上のことから、たとえ婚約中であるにしても、彼女への日本人である我々の呼び名は、今のところオンリーしかない。そのなるべく地味にしている化粧も。途中で彼は読むのをやめた。ひどく不愉快な気分で、その紙の裏に、 彼は乱暴に殴り書きを始めた。次のような容姿である。僕は君の論旨に承服できない。大体いい彼女が勤めていると即断することからしておかしい。五時半きっちりに来るのには他に事情があるのではないか。例えば気が小さいとか、父母が特に時間にやかましいとか。僕は必ず 約束の時刻の三十分前に行っていなければ気のすまぬ女性を知っているぜ。また、もしかしたら他の学校、要塞学校に行っているのかもしれない。そうだ。だから服装も、流行りに合わせたものを着てくるのだ。勉強のためにいろいろ縫わされて持っているわけだから。とにかく君は、あまりにも偶然とか無意味を、 誰でもが持つ個人的事情。絶対に一般的、確一的な解釈では割り切れぬ個々の特殊性を無視し、信用しなさすぎる。まるでそれらに起因する行動や結果をあり得ないというみたいに。すべてに型にはまった解釈をしすぎている。ハトロン氏の袋はよくあるやつで、PX の化粧品と同じく、トーコンのニューファッションではないか。 銀座や横浜に行ってみたまえ、猫も借子も PX の紙袋を抱え同じ化粧品の香りを発散させて得意げに歩いている英語の中級は僕も意外だが聞けば今21 2 1人の年齢の人で戦争のため女学校で英語をほとんど習わなかったという人は多いそうだそれでは今どき外国人との交際にも不便だし かといって今さら初級にも入れないので、それで中級を選んだのではないのか。男を知っているなんてとんでもない。そんなことはわからないというのが、一番わけ知りの人の言葉だとも言う。それに、この頃は体の線の豊かで美しい処女だってザラにいるさ。一体君は、処女は美容体操はしないと考えているのか お化粧についても僕は君と逆だあれはなるべく地味に作っているのではない下手くそなのにすぎないむしろあのノーブルな優雅な顔にはふさわしくない化粧だということから僕は彼女が化粧に慣れていない女性なのだと思う彼はその髪を武田の机に投げ返した 読み終わると、武田は首をすくめた。ノートに大きな字を書いて彼に見せた。あなたは幸福な人ですね。何を言ってやがる。彼は同じようにノートに書いてみせた。どういう意味武田は静かに笑い、また書いた。よくわかりません。 とにかく、彼女の正体はまだわからないんだから。でも、あなたはとても幸運な人だ、そう思います。そして、よく分からず曖昧に苦笑する彼に、新しいページにさらにこう大きく書いた。幸福な人とはね、つまり、運のいい人だってことです。あなたは僕と違って、 とても幸運な人なんだなと思うあらゆる意味でねその時授業の終わりを告げる教授の声が聞こえた彼の前の席の『商店の若旦那風の太った男が立ち上がって礼を済ませた後振り返って彼に不明な箇所を質問した彼は答えられなかったが すると武田が彼に代わり、楽々と説明した。武田が、どうやらこの英語上級の講習になど出る必要のない学力を備えているのを彼は知った。おそらく武田は、学問以外の知識欲のために、この講習に出席しているのに違いなかった。次の水曜日にも、あの若い美しい女は、 報酬を受けに来ていた。その夜はたまたま女が彼の斜め前の席を取って彼は心ゆくまで彼女を眺めることができた女は机にインク瓶を置き顔も上げず懸命に授業の約読を筆記している清潔な白く大きなウィングカラーからのぞく細い首を 愛らしくわずかに右に傾げ、襟足のほつれ毛がかすかなその首の動きにつれて揺れる椅子の下に小さな靴の裏が2つ並んでいてそれがそろってつま先立ちきびすがついたり離れたりしている朝から重苦しく雨が低く垂れ込め蒸し暑い天気だったがいつの間にか彼は。 それも忘れていた。彼はほとんど放心したまなざしのまま、その美しく愛らしく優しい生物を見る喜びに浸り続けた。ふと彼は空想の世界でそっと女の衣服を剥ぎ、その裸体を持っている自分に気づいた。慌てて彼はそれを止めた。僕は、 何も彼女の生の肉体なんか求めているのじゃないのだと思った綾子のことを思ったのはその時であるあれからぱったり電話をかけてこないことにある解放感はあったが彼女の家の応接間のソファーで23度行ったペッティングの記憶が戻ってきて僕は綾子にはその肉体も求めていたのだと彼は思った まるでそれが彼女が女なのを確かめることみたいに。でも今、僕には女の肉体はいらない。それはむしろ僕の喜びに邪魔なものだという気さえする。この変化は何だろうか。僕はこの公衆であった美しい女に、女の持つあらゆる優しさ、美しさのイメージを集中して、 そのせいで綾子には女のいやらしさだけしか感じなくなってしまったのだろうかそして彼は思ったそうだ女にその美しさ愛らしさや優しさを感じ取るためには距離がいるのだ僕はそれを覚えたのだ女は熱心にペンを動かし続け一度もよそ見をしたり振り返ったりもしない 女が彼にとりただ見られているだけの無抵抗で甘美な生物に化していることその快さの中で彼は時の経つのも忘れていたいつの間にか講習は終わっていた教授が出て行くのと同時に彼は池部百合子の周りに数人の男が立ち彼女を取り囲むようにして ゾロゾロと出口へ移動するのを見た。正直なもんですね。美人にはやはりすぐ取り巻きができてしまう。冷静ないつもの小姉で武田は座ったままい,い彼を見上げながら笑った。でも聞いてみると彼女は誰にも自分の家を教えてはいないそうです。つけたやつも 品川駅でうまく巻かれちゃったらしいどうやら品川で乗り換えるのは確かだというんだけどやはりちょっと草かありませんかだがその時彼は彼女の正体などどうでもよかったただ眺め続けていたことだけで彼の感情は飽満しきっていたのである偶然に まるで彼が思い出したのと不説を合わせたように、綾子からの呼び出しの電話があったのは、ようやくぬか雨の降り始めたその夜である。綾子は、すでに彼の家のすぐそばの喫茶店に来ていた。彼が出てこないなら、家を訪ねてもいいかという。仕方なく彼は、すぐ行くのを約束した。 薄暗い喫茶店のボックスで、綾子はおとなしく、何かに詫びるようにうなだれて座っていた。彼がテーブルを挟んで座ると、ごめんなさい、と言った。私、あなたが約束してくれてたんだと信じ込んでいたの。意外なおとなしさに、彼は無言でタバコに火をともした。やっと 子の顔が笑った。私もキャンプやめたわ。いきゃいいのに、行けるやつは。電話での喧嘩が彼の言う距離を生んでいたのか、それとも今日の豊慢が彼の心を豊かにしていたのか、薄い草色のレーンコートを着た綾子は、ひどく美しく、愛らしく、優しかった。 その笑顔も親しかった。彼は懐かしいような気分になり、なぜ自分があやこと会うのを避け続けたのか、ふと理解できなかった。彼の前で体を小さく固くしているあやこには、彼の嫌うずうずうしさ、重たくぶら下がってくるいい気な女の小児がなかった。でも、本当にキャンプに行かない 二人でさあとにかく夏き講習が終わったらはっきり返事をするよ喫茶店を出ても綾子は彼の腕に腕を絡ませなかったブラブラと歩きながら彼は甘く爽やかな気持ちだったが彼は綾子へのそんな自分の感情がすでに終わってしまった何か 確実にもはや過去のものになってしまった彼女との交渉そういう距離のある彼女をただ無責任に楽しんでいるのに過ぎないのだと思いつかなかった原宿の綾子の家まで彼は送った駅からの道はまだ焼け跡の廃墟の中を曲がりくねっていて強盗でも出そうな暗い夜だったねえ アベック殺しが出たらどうする綾子が訪ねたちょうどそんな変質者の出没が新聞をにぎわわせていた薄い布地の綾子のレーンコートの触れ合うのが笹の外れの音に似ていた彼は笑ったどこかに間が待ち伏せしているのかもしれないという気がしたのである ゆっくりと彼は答えた「僕は逃げるよ。私を助けてはくれないの逃げるの逃げるともさ僕は剣頭部の男じゃないもの。綾子は黙った。やがて静かに息を吐いた。そうね。でもだからって。 愛していることは否定されないわね。そうかしら。と、真面目に彼は言った。そうよ。私はそう思うわ。と、綾子は言った。そういう愛だって、あると思うわ。私なら、それでもその人が好きよ。そうかな。そんなの愛なんて言えるのかな。言えるわ。 足を止めて、いきなりあや子は、傘を持つ彼の首に手を回した。唇を開き、彼の唇にかぶりつくように接吻した。彼は、逆らわなかった。彼は、あや子の家には上がらずに引き返した。終電にギリギリの時刻だった。どうやら、間が待ち伏せをしている気配もない。 人気のない道を一人で大股に歩きながら、彼はひどく楽しかった。彼は何かを、いや、誰かを愛しているのに違いなかった。そんな幸福な、高揚した充実が彼を満たしていた。誰だかはわからない。綾子なのか、池部百合子なのかもしれない。一人ではないのかもしれない。 だが、誰かを愛しているのには違いないのだ。彼は、叫び出したかった。思い出したように、大粒の雨滴を落とす雨に頬を打たれながら、原宿の閑散としたプラットホームで、彼はタバコに火を灯した。急に、なんとなく武田が哀れに思えてくる。美しいもの。 甘美なものへの感覚より、調べて知ることにのみ楽しみを見出している彼。彼のフグは、心や感覚にまで及んでいるのだろうか。七月の下旬のその日曜日は、彼にとり、ひどく忙しい一日になった。午前中は家の手伝いで、三軒の家の家賃を取り立てて回り、午後四時には、 卒業後勤める予定の Y 盆跡の社長の自宅に父の名刺を持って会いに行かねばならない。それが済んだらその足ですぐ葉山に行き、この秋に嫁入りする姉の結婚式用の和服と打ち掛けをおばから借りてくる仕事がある。その夜、逗子駅から乗り込んだ横須賀線は、やはり容疑者の匂いがした。 夕方の汽車のように、新聞を読みふけっている人も、ぼそぼそと弁当を広げ、頬張っている人の姿もなく、土曜日の下りの横須賀線のように、海での一泊の行楽の機体にはしゃいでいる連中の姿もない。ただ、疲れ切った人々の大衆が、ぐったりした空気と一緒に重く沈殿し、充満していて、少し離れた席で、 一人だけ高声で喋っている酔った白浅の背広を着た中年男のダミ声や高笑いがやたらと耳につくばかりである。が、彼はそういう騒音があまり気になる性質でもなかったので、父の書棚から抜いてきたモームの原書に目を落としていた。一ページほど読み、彼が上げた目は、しかしやはり、 あの白い麻服の男のところに行った。そして彼は、その二三人向こうに、思いがけぬ花のような池辺百合子の白い顔を見たのである。通路側の席で鎌倉あたりから乗ってきたのかもしれない。両肩を剥き出しにした赤いワンピースで、髪がいつもより心持ち乱れ、肩にかかっている。連れはなかった。 視線を感じたのか、ふとその目が彼を向いた。深い湖のような瞳で、一瞬彼は白く小さくその中に吸い込まれ、溺れていく自分の姿を見た気がした。しかし、彼はたじろがず、目をそらさなかった。正面からじっとこうして彼女を見つめるのは初めてのことだったが、 鼓動の止まったような真空の時間の中で彼は化石したように目を動かさなかった池辺由里子は美しかったただ年齢よりも少し老けて見える疲れた容疑者の中の空気に彼女もやはり染まっているのだろうか急に彼女の頬に 花の開くような微笑が浮かんだ彼は彼女がそれまで無表情だった顔をいたずらっぽく生き生きさせ頬に深いくぼみを作りうつむくのを見た明瞭に彼女には僕が分かったのだ彼はたったそれだけのことで信じられぬほどの幸福に酔ったように自分の全身が熱くなるのが分かった 彼も目と頬とで笑いかけた。ちらとその彼を見、彼女もまた新しく微笑して目を落とした。席が開かないので、二人はとうとう話し合うことができなかった。いや、話そうと思えば彼が立って行けばよかったのだ。が、目を合わすたびにお互いの頬にこぼれる微笑。 彼にはそれだけで十分だった。暗黙のその親密なつながりの心よい確認を繰り返すことのほかに、彼にはその時何一つ求めたいものはなかった。いわば彼は武田とは異なり、調べたり知ったりするより、ただ干渉することの楽しさの方を選ぶ性質だったのかもしれない。また、 そんな二十歳だったのかもしれないともあれ彼女が横浜で下車した時彼の目はもはや鑑賞の後心に思い描く幻影だけを追っているみたいな惨憺の陰りさえ消えたうつろな静かな重足だけを浮かべていた彼女は振り返らずに去っていった彼は この偶然を多少就職して帰宅した家で喋った黙ってはいられない気分だった父や姉にからかわれいかにも心の中で何事かが起こったように話しながら彼はかえって自分の紡ぎ出す言葉により自分の心の中に起きたことの無内容が次第に快く明らかになるのを感じていた 話し終わった時無意識のうちに期待していたある納得いわば強引に完全に現実の女の肉体を無視しそれとの人間関係を拒否した上に作り上げられた優しく美しい女という幻影への自分の執着を彼ははっきりと自覚したのである遅くまで彼は布団の中で暗い天井を見つめていた あや子の柔らかく甘い唇そんなものの食感は今この自身の全身を占めているユリ子のイメージのヒリヒリするような豊かな甲骨に比べればものの数ではないごく極部的な快感に過ぎないのだと繰り返し彼はそれを確認した一方毎日のように武田は 池由里子と話し合うきっかけを作ろうと提案して飽きなかった彼女のいつもぶら下げているインク瓶をひっくり返し翌日新しいのを買って持って行こうというのであるひどくチープだけどでもこんな手だって成功した例があるんですよ武田は執拗に熱っぽく彼を口説き続けた まぶたを薄く赤く染めて熱心にそう彼に繰り返す小柄な武田にはかなりの迫力があった女は相変わらず決まって例の石段の横の石に腰を下ろしているあれから彼と目が合っても別に話しかけるでもない彼もまた全く知らん顔を続けていたお互いに それぞれだけの知っている自分があり、それをあらゆる他人たちに隠している。暗黙のうちに、そんな秘密を共有している意識で、なんとなく彼は満たされていたのである。ねえ、もう来週の水曜日しかチャンスはありませんよ。いいんですかまたインク瓶の話かいそうですよ。何 僕は彼女の正体さえつかめりゃそれでいいんですよ。あとはあなたにお任せしていいです。本当ですよ。勝手にやりゃいいじゃないか。そうはいきませんよ。あなただって大変興味をお持ちじゃありませんか。ちゃんとわかっているんですよ。ね。協力しましょう。だが、彼はそんな武田には取り合わなかった。 どうせ人間の正体なんてわかるものではない。彼はただ、池部百合子という名前のその若い女に、彼の好きな女、中流の家庭の英語の勉強に熱心な、真面目で上品な美しい女だけを見ていた。それを見ることだけが彼の希望であり、喜びであり、彼のエゴイズムであり、 全てだった現実に彼女と付き合ったり正体を知ったりその肉体を味わうことはむしろ彼女が彼の好きな女であることを破壊しかねないのである例えば綾子の例みたいにそれは彼の欲するところではないもちろん彼は武田には 千夜の横須賀線での偶然は一言も話さなかった。それはアメリカの雑誌漫画にあるみたいな、おうちの屋根のてっぺんに登って大声で叫びたい素晴らしい秘密の一つなのだ。おそらくその意識が彼の武田への優越感を支え、武田の作ろうとしたきっかけも笑いさらせた力だっただろう。が、 それはまた彼自身をあえて池部由里子に何のジェスチャーも示さないまま落ち着かせていた力にもなっていたのである講習の最終日は8月に入って初めての土曜日であるいつの間にかその日が来ていた女はやはりいつもと同じように石に腰を浅くかけて座っている その日は真珠のネックレスに絹ブラウス、鮮やかな単緑色のスカートを広げていた。ラストですよ。惜しいじゃありませんか。もしかしたらせっかくのロマンスが生まれたのに、本当に惜しいな。例の1階の教室の窓から肩を並べ、女を見つめながら、武田が静かな小姉で言う。 この二人の位置も、女の位置も、その態度も、まるっきり最初の日と同じで、変わったのは、女の前に柿を作るように立って笑ったりしている五六人の取り巻きの存在くらいである。なるほど、これが最後か。そう思うと、彼もふと惜しいと思った。好きな女として永続させるよりも、 まず彼女を見ていられること見続けることに努力すべきだろうそのためには話しかけて彼女との付き合いを続けるのをまず工夫すべきかもしれないよし今日こそは一つ話しかけてみようあんな貴重な偶然さえあったくせに今までわざわざ遠慮してきたんだ話の種はあるし あの夜の彼女の微笑から言っても、ガールフレンドに獲得できる自信は十分ある。やってみるか。そう考え、ほとんど彼が武田を残して教室の出口に歩き出そうとした刹那だった。あれ毛色の変わった奴が来ていますよ。上ずった小声で武田が叫んだ。見ると、 女の前に並んだ取り巻きの一同の後ろからひときわ背の高いなるほど毛色の変わった軍帽を乗せた米兵の首が突き出しているその米兵が人垣を押しのけて女の前に立った「注意ですね」武田が言う彼は答えずにその米兵を見ていた 米兵は帽子をわしづかみにし早口にしかし優しげに百合子に何かを言う百合子は笑いながらうなずく米兵は大きく首を縦に三度振って山の下に降りる道の方を指さす百合子がまたうなずくその時事業開始の鐘が鳴った武田と彼は 1>, 1階の別な教室に入ったその日は英語中級の教室は2階だったどうやら僕の推理が当たったかな机にリーダーを広げながら武田が笑いかけた彼も笑った無意味な我ながら力のない形だけの笑いだった 武田と一緒に一階の霊の窓を離れたとき、一瞬振り返った彼の目には、ユリコを抱くようにして、米兵がその唇に唇を合わしたのが焼き付き、それがまだまぶたの裏で生々しい。武田はその瞬間は見ていない。しかし彼は、それを武田に告げる気にはなれなかった。 授業が始まっていた。機械的に教科書のページをくり、英語の列を教師の声とともに追って、しかし彼の心はその語学にはなかった。おそらく池部百合子は武田の見抜いた正体のままの女だろう。が、明らかに芳しくない行為を見、そのオンディーらしい事実も分かったというのに。 彼女はまだ僕の中で、美しい、優しい、僕の好きな女なのだ。それ以外の顔を持たない。一方、何一つのキャンバスクない恋はせず、むしろ甘美な事実ばかりが積み重ねられているというのに、どうしてあやこの姿は色あせてゆくのだ。百合子の行為、事実、その幻滅は、 僕の中の百合子を亡くさず逆に僕の中の綾子を殺していく正体なんてどうでもいいたとえ本当に武田の考察した通りの女だとしてもそれがどうしたというのだ横須賀線の中で会った時も干渉するだけで知ろうともせず近づきにもなろうとしなかった自分なのだ僕が好きなのは 正体や実体などではなくただその外観だけを触媒とした百合子の上に自分が勝手に見た美しく優しい女決してこっちのお荷物にならない常に透明な空気を隔てた画像としての女なのだ僕は女とは無責任な干渉以外の関係を持ちたくはないのだ 突然彼は気づいた。彼は誰も、百合子も、綾子も、どんな女性も愛しているのではなかった。彼はただ、自分の席に座ったまま、女に甘美な優しさを感じ取ること、その気楽な無責任さ、そういう女との距離の方を愛しているのだった。つまり、 自分の孤独の確証とその上での女の愛らしさの感覚を強楽したいと努めている一人の臆病な男にすぎなかった臆病その言葉こそ自分の正体を表しているのだ彼は初めてそう思った生まれて初めてそれが分かった気がした今の自分には 愛は不可能な何か、能力の外にある何かなのだ。そしてこの時彼は、ユリコとはこのまま、講習前の他人同士に戻る他はないこと、あやことははっきりと絶縁することを決心したのだった。それが、愛の不能者としての自分の、せめてもの誠実だと思えた。隣から、 低く武田が言った。ねえ、後でディスカッションをしましょうよ。あの池辺百合子についてさ。武田は勝ち誇った顔をしている。だが、今は彼は、その武田に、周回な自分と同類の男の顔しか見ることができなかった。愛する代わりに調べ、 知ることによってしか女を所有できない人間愛する代わりに見無責任な干渉家の位置に立ってしか女を所有できない人間彼はふと「あなたは僕と違ってとても幸運な人なんだなと思う」といういつか武田が彼に向かって書いたノートの字を思い出した一体 この僕のどこが幸運なんだろう。この僕がどうして幸福なんだろう。と彼は思った。武田と話す気分にはなれなかった。待っててくださいよ待ってと叫ぶ武田を残し、いい加減な返事をして彼は教師の後を追うようにすぐ廊下に出た。五号館の石段を降り、 夜のコンクリートの広場を横切って早足に歩き出した奇妙なほど一人になりたかった幻の門に通じる石段のところに来た時彼はその石段のすぐ下にさっきの米人の注意が立っているのを見た大男のその注意が車専用の道の方に向かい満面で笑いかける ヘイジュリー。百合子はジュリーという名で呼ばれているのらしいその大声に応え白いレースの手刀が大きく優雅に振られながら坂道を駆け下りて近づく緑色のスカートが翻えるように走ってきてうれしそうに2人は抱き合い接吻するなかなか唇を離そうとしない 蒸し暑い夏の夜空の奥芝浦の方向に明かりがもやっているやがて二人は手を組み合って歩き始め彼も歩き出した電車通りをやかましい音を立てて明るい光の箱のような都電が走り去ったその道に降りる石畳の坂は傾斜が急なせいか 二人は足を滑らせ、もつれさせて、甲高い悲鳴と笑い声を上げる。すぐ後に続く彼の耳に、二人の楽しげな会話が聞こえた。カリフォルニアという言葉が耳に入る。幾分かは彼にもわかるが、故郷の父母が結婚を許したとか、許すだろうとか言う。 周囲の大声がほがらかに弾んでいる。彼は改めて武田の勘に敬服した。どうやら池部由里子と注意の関係も彼の想像した通りらしい。石の坂を降りて二人は右に曲がった。彼も曲がるとそこに塗料の香りの強い新型の高級車が置かれていた。 店の明かりに照らされ磨かれたそのブルーが美しい光を散らしている先に助手席に座ったユリ子の笑顔がこちらを見たふいに彼の顔に自分でも全く予期しなかった笑いがこぼれたユリ子もちょっと目を丸くしいつかの横須賀線の中でのように両頬にえくぼを作って笑いかけた 自動車が爽やかなエンジンの音を立ててスタートする女の顔がライトにかすかに浮きそのほのじろい顔が彼を見てまだ笑っている反射的にぴょこんと頭を下げ彼は歩道を見つめたまま歩き出した遠ざかる爆音を耳の後ろに聞きだが顔を上げなかった 何かを断ち切るような気持ちだったもう二度と彼女と会うこともないのだそしてキャンプに行き綾子の肉体を手探りすることもないのだいずれにせよ夏き講習は終わったのだ目を光らした昆虫のような自動車の流れが切れるたびに潮の引くのに似た音とともに 黒い歩道がが膨れ上がる見せ見せの裸電球の白っぽい輝きが歩きながらまだ無意味な微笑をとどめている彼の半面を能面のように浮き彫りにしていた。